チャリーン。チャリース。チャリース来ました、いきなり。知ってます？知ってます。知ってますか、木下いきなり。存じております。ありがとうございます。今日は山形に行くはずだったんだけど、山形に行けなくなったので急遽。ここどこ？秩父の方だよね。そう、秩父。秩父の方にある概要欄と、あとここにこう、ピケンって。つけといてください。グランピングにやってまいりました。イエーイ。ということで、もうちょっと暑いから、今日が最後の、夏休み最後のラストスパート、楽しみたいと思います。レッツゴーレッツゴー。こんな感じになっております。スネッタッチ、ガチなやつ飛んできた。スネッタママイエーイ、パラダイス。パラダイスへようこそということで、今日一日さ、すごいプライベート空間だからさ、周りの目も気にせず遊べるの。そうだね。すごい暑いね。夏休みもうラストスパートということで。そうだね。あっちでバーベキューやるからね。どっちどっち。ここがバーベキュー。ここで朝ごはんと夜ごはんを食べるんだけど、今日の夜ごはんはバーベキュー。最高だね。最高。このね、飲み物。飲み放題。もう飲んでます。飲んでます。で、あっちにジャグジーがあるんだけど、プールもちょっと結構温水なんだよね。そ う, そう、今 は, 今は、ね、別に自然なあったかい、なんていうの、太陽のおかげで水が冷たすぎないっていう温度なんだけど、おかげでね。そう、9月以降から温水になるんだよね、って言ってたね。言ってたね。ほら、体がもしちょっと冷えた時にプールを見ながら、ここでジャグジーが入れるの。最高。最高でしょ、うん、でね、一応ね、グランピングだからね。そう、グランピングだから。あのドームの中にトイレないんだよね、しかも。そう、全体がこんな感じ。小屋がさ、小屋すっごい綺麗なお手洗いと、すっごい綺麗なバスルームなの、ユニットバスじゃなくて洗面所、本当にもうお風呂、トイレ、で分かれてる。すっごい綺麗なの。ちょっと行ってみよう。こんな感じ。ここがお手洗いでしょ、はい、洗面所、お風呂って感じ。すごい綺麗でしょ。めっちゃ綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗で、ね、見て、あのね、これとかも常備されてるんだけど、見て、全部リーファのコテと、リーファのストレートアイロンと、リーファのドライヤーね。ドライヤー出てこないのやめてもらっていい？すごいので、あとここのね、出た、それね。そう、ね、キュン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 ギャン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 しないで。ねえ、アザラシみたいなさ鳴き声しないで、お願い。で、このタオルの触り心地最高なの。これしかも売ってるんだよね。そう、売ってるんだよね。本当はもう超綺麗で超快適だから、初めてのグランピングがここだったんだけど、初めてのグランピングここだからこそ、他に行けるかどうかっていう心配になったぐらい、もうなんか他知らないんだけどね。知らないんだけど。知らないんかい。知らないんだけど、すごい綺麗でしょ。でね、空間がいいもんね。めちゃくちゃ空間がもう超プライベートビーチって感じ。ねえ、いいよね。じゃあ今からプールで遊ぼう。じゃあ最後まで見てね。あ、一発でも取れた。いいな。おい、これずれ、返して、それ頭。もういった。待って、もう見て、もう見て、あ、すごい。サムラーメン食べるじゃん。食べるでしょ。ねえ、兄さん、食べて。何？リビングのエアコン消してきました。マジ？予約。あ、ナイス。スキッパーじゃない。もう取ってください。無理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 、やめて。ねえ、殺す。
だからやめて。いいなってさ、綺麗なお嬢さんになりたいの。ほら見て、やかるよ兄さん。ほら綺麗なお嬢さんになりさせていた。待って、私だって綺麗なお嬢さんになりたい。ダメ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 。じゃパスパス、シュートシュートですか、パスパス。テッテッテレテッテッテレレ。いいなよ、ケツ余ったよね。マサチンが運んでくれるママのこと。やだ、ハチ。やだ、ハチ。エロいな。くるくる、攻撃しにくる。どうした？水で絡める。違う、違う。何？いや、絶対無理だよ。飛ばれるよ。近づいたら飛ばれるもん。どこにいるの？いや、絶対飛ばれるって。ママ、やめとけよ。いいよ、やってもいいけど。飛ばれるよ、絶対。超キモい。チャチ VS。あ、飛んで飛んで。うわぁ！言ったじゃん。もう歩いてすぐだもんね、ドームからね。歩いてすぐ。うわー見て、うちらがプール入ってる間にもう焚き火してくれて、ほらご飯じゃーん、こんな感じ。すごくない、このラインナップ。今日はお肉のバーベキューということで、こんなに、サラダね、これサラダをね、自分たちでこうやってあえて、ね、食べるんだけど、これなんだっけ、そのチーズ、そうだ、あとあれの前菜、あとさ、しゃくしな漬け、そう超美味しい。もうここに来た時にこのしゃくしな漬けに出会ってから、しゃくしな漬けの大ファン、ゆきなのおしおしんこ、これ嬉しいわ。こんなもう電子レンジもあるし、お子さん連れとか、ほらまだ離乳食の子とかさいたらさ、離乳食とかもこれでできちゃうから、お湯分けるあのデロンギとかもあるから、離乳食とかミルクとかも全然困んないと思う、うん、見てこんな超良くない、見てアイスもハーゲンドッツ、見てデザーツシフォンケーキ、ありがとうございます。子供たちは焼く、焼いちゃおうか、今日ミネストローネだって、食べようぜ。ちょっと待って、もうこの子もいけるぜ。食べたいやつ取りに来てくださいね。みゆきがズッキーニを落としました。はい、やつです。4個、4人分で4個なのに1個なくなりました。嫌いな人いるでしょ、ズッキーニ。いません、ズッキーニとズッキーニ大好きです、この人たちは。おいしい、きのこ、はい、きのこです。エリンギです。エリンギか、やった、あウィンナーできた。あ、ウィンナーいけるかな。うまい、うん、いただきます。うまっ、このサラダが美味しいんだよね。ご飯と、いいね。なんかごめん。うまっ。うん、いいね。う
ここで働いてますか？前世ここで働いてました。あ、リーナに任せて。やってくれるってお姉ちゃん。大丈夫。やってもらって。これで砕くみたい。ああ、そうだよ。ピックね。気をつけなよ。はい、気をつけなさいよ。あ、冷たい。氷何個？ピックトリー。あ、それでいいよ。ありがとうございます。食べよう。毒味がないよね。ちょっと大丈夫。あ、また。これ好きなの好き。ドレッシングどこで行って、ちゃんと知りたいぐらい好きなの。あ、作ってるね。バルサミコうまいよ。おソース。これ食べたら顔が引っ張るよ。めちゃくちゃしっかり食べるからいいよ。なだからリーナと食事行くと気持ちいいの。ちゃんと食べてくれるから、うん、普通子供と行くとなんかもう一個しか食べないの、うん、シェアしなきゃいけないから、うん、残せないじゃん、うん、もう結構いろんなもの食べてくれるからさ、うん、でもまだ食べたいもの頼めるんだよね、うん、結構あ、めちゃくちゃだから。今日ね、朝食べてめちゃくちゃ楽しい。ごめんね、我慢させて。夜寝る前に寝つ食べてもいいですか？10時半ぐらい。マジ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 。ママ、絶対暑いと思ったの。どうしたら、ママが先生にこうパソコンやってたの。めっちゃ。目覚めたの、暑すぎて。あ、そう。ママ、ママが暑いって言おうとな。言いなよ。ママ、パソコンやってるとこ見た。僕、3時半まで頑張った。すごい集中してた。めっちゃ集中でしょ。ここだから、頑張れ。ありがとう。見た、ママ、3時半まで頑張った。そんなやってたの？マジ？で疲れさせてくれた。眠すぎて。うん。そこまでやったんだ。やった。で、終わっちゃった？うん、終わったな。え？美味しそう。めっちゃまた。こんな半分も食べちゃう？食べれるちゃんと。優しいお姉ちゃん。本当に優しい。ありがとう。ありがとう。これ見えたのが焼いてくれたヒレ肉。そうです。絶対うまいじゃん。でガーリックチップに、でまずガーリックチップバージョンでタレに。ヒレうまいね。めちゃくちゃ美味しいんだよこれな。わさび塩ごまだれ。わさび、ここにここでやろう。わさびありがとう。ちょっとポン酢でいただきます。わさびさ、すりたてのわさびだからさ、甘めがあってうまい。辛くない？うまい。最高。うまい。みーたも食べたら。お肉は食べちゃった。いや、なんでお腹すいてんの？乾杯。うわ、うまっ。うまいねこれ。書いてあったんだけど、めちゃめちゃフルーティーって書いてあったの。酸味と優しい口当たりでしょ。うん、うまくない？うまい。おいしい。楽しい。ほら、ほら見して。いいよ、飲んで。でしかしない。これで何が一番好きや。味の見えたの。え、そうなの？え、あのかっこいい切り方できないの？何、なんか間に何か入れるかっこいい切り方なかったっけ？なんか吸ってないっけ？気づらいなんかこういうのなんか真ん中でこうやってなんか見せるらしいよ。こうやってそうなの？そう、あのお皿に並べるときに
この焼き加減良くないか。うちらだってあれでしょ、よく焼きミドルでしょ。よく焼きミドルです。絶対美味しいんですけど。多分あの人食べないよ。もう食べようぜ。食べよう。先食べたの。うまい。わさびポン酢。え？めちゃくちゃ焼き加減抜群なんだけど。うまくない？でもさ、鉄板屋さんってこと？しかもさ、これサラメイユじゃん。何？え、全然油っぽくないじゃん。ロース。だからだ。だからうまいんだよ。油っこくないもん。全然ね。レモン、絞ろうかな。穏やか。ね。ちょっとレモン、絞ろうかな。やろうか。入れる？やろうか。うん。これレモンと何でいこうかなと思ったんだけど。何？全部拾ってくれるんだよ。なんで渡してくんのこんなに。何も言わないとさ。ねえ今さ、お肉と向き合ってんのよ。塩でいくか、ポン酢でいくか、わさびでいくか。おいしい。そう、ディフェンスも得意だったんださ。はい。今から朝ごはんを食べたいと思います。2年目です。おはよう。はい、おはよう。朝から焼いてくれた。おいしそう。ハンバーガーだ。サラダと、あ、マクドナルドの店員さんみたいな。朝からテレレテレレ無言で。お姉さん、おはよう。お姉さん、誰よりも一番最初に寝た人。今日もすごい天気がいい。ピクルスが落ちた。大好きな。じゃあピクルスの方から。おいしい。ちょっとプリです。あ、いいね、いいね。ありがとう。じゃあありがとう。泣きて時間がなくなる。マスタードください。まだポテトまだ。まだポテトまだ。これさ、どれぐらいミクちゃんいけるの？いける。いける？いける？塩かけた。じゃーん。スモールビッグサイズの中サイズのから。あとでマヌルギーやって。あ、そうだね。いただきます。やっぱこのドレッシング入れるとうまいの。さあ、明日も休みだよ。そう、ここに住んでたらよかった。そしたらすぐ行けるか。練習場まで。クリスマーだったよ。これが動いたの。見せて。絶対びっくりしない。これが動いたの。ただの焦げ。最近さ、ママをメガネ描き始めてさ、ガチなやつね、ちょっと形に出てんじゃん。なんかもういよいよさ、
余裕だよね。もう見分けつかないよ。輪郭似てるし。キャラ被ってない。今度近くに来ていい？うん。水飲んでんの？知らない。あんちゃん？本当にね、なんかね、パパにさ、家とか行ってないじゃん。だからトイレ行った時から、本当にちょっと気持ちよすぎた。あ、よかったね。絶対怖くってなんかね、騒ぐと思ったよね。今から日光の方に向かいたいと思います。日光猿軍団が4時までなんですけども、着くのが3時半、残り30分で何が見れるって。そんなの知らねえよ。行くんだよ。行こう。最悪もし無理だったら日光東東照宮とか行こうね。うん、朝食の残った鮭とご飯でおにぎり作ってきたから、もうこれ食べながら行こう。4時までだと思わなかったね。うん、こういうとこあるよね。ある。でも向かうんでしょ。果たして間に合うのか。入場料金払って行くのかどうか。ラスト公演に間に合うでしょ。果たしてどうなるんでしょうか。秩父名産の味噌ポテトを道の駅で買ってました。普通に味噌何？僕も味噌ポテト味噌じゃがいも。うまこのさ、味噌がうまいんだな。味噌がうまい。うん、いや味噌田楽っぽい。うん、誰が考えたんだろうね。フライドポテトに味噌かけちゃえばよくねって。ねえ。ま？ま。マカナのこと気になるんだ。そう。そう。めちゃくちゃ嫌われてるじゃん。なんかやった？過去に。ねえ。すいません。すいません。あ、あ、すごい。めちゃくちゃ嫌じゃん。落ちないでくださいね。落ちないで。すいません。いやいやいや。すいません。ねえ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 、すいませんって何？誰も聞いてくれないよ。もう嫌だって。かわいそう、ほんと。ペンギンかわいそう。かわいそうだ。すいません、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 笑いすぎだろ。めちゃくちゃ面白いけど、この状況めちゃくちゃおもろいよ、ゆうたん。めちゃくちゃおもろいよ。あ、すいません。大好きな佐野ラーメンのラーメン体験に来ました。実は2回目です。めちゃくちゃ美味しいんだよね。佐野ラーメンです。失礼しました。青森弁のさ、青森さん、お腹いっぱい、めっちゃ美味しかった。でもちょっと餃子が、ね、人気すぎて、もう6時夕方6時の時に餃子がもうなくなっちゃって、ごめんねって言われたから、急遽やっぱり餃子を食べて帰りたいので、ラーメンとビール飲んだけど、なんか目の前にあるお店、目の前にあるラーメン屋さんに来て、餃子とビールをやっちゃいたいと思います。ラーメン発信をしてきますね。2軒目に来ました。うまっ、うまい。犬か。寝てるよ、まだまだ減ってるよ。
ちゃん帰ってる。うん、うん、うまいじゃないか。うまいよ。好きだよ。あ、うまい。ごま、うまうま、うん、猫に行ってハートで猫を作るよ。100円こいつ。なんだっけ。 Nothing to defend. Look, it's so